廃論の書き手はなぜ少ないのか。俳句実作者に比べ、廃論の書き手は少ないが、なぜであろう。第一の理由として、ある程度の俳句の知識がなければ書けないということが挙げられよう。俳句の初心者及び初級者には、まず無理である。知識だけでなく、ある程度俳句を読める方でないとなかなか書けないであろう。第二の理由として、発表の場がそれほどないのである。俳句は短いゆえに1ページに230句は載せることができるが、廃論は何ページか必要である。対して内容のない廃論で枚数を取りすぎると同人及び会員から反感を買うであろう。第三の理由として、主催者よりも立派な廃論を書けば、また立派なことを述べれば、主催者から反感を買うということである。また主催者だけでなく、俳句仲間からも同様である。廃論はつい立派なことを書きやすいので、立派なことをお前は書いているが、それがお前はできていないではないか。我々よりも下手な俳句を作る奴が立派なことを言うのではない。と批判されるであろう。その他の理由として、主催者が実作中心の場合、廃論を重要視しないために、結社の中では書き手がなかなか育たないであろう。だが反対に主催者が廃論好きであり積極的に推奨するならば、弟子にも書き手が育つであろう。主催者が書き手を育成しようとする結社には勢いがあり、若手も集まりやすいであろう。